中尊寺坂の上駐車場そばの蓮池に咲く中尊寺蓮。7月上旬から8月上旬にかけて可憐な姿を見せてくれます。中尊寺蓮として皆様にご紹介しております蓮でございますけれども、これはもともと昭和25年に中尊寺金色堂のご遺体調査が行われた際に、4代目の安平様のですね、首桶、中に安平様のこの見印、首がですね安置されてるんですけれども、それと一緒にですね100粒余りの蓮の種が納められておりまして、でこちらをですね研究機関に委託いたしましてですね、そして平成6年に無事発芽、平成10年に花を咲かせたものが、だんだんとですねその株の数を増やして、今日中尊寺蓮として皆様にご紹介しているということでございます。なぜ安平公の首桶に蓮の種が入っていたのでしょうか。こういう目的で入れたというような、そういうような書き付けなどは特段ないんですけれども、やはりその仏教においてですね尊いとされている蓮の花の種でございますので、やはりその副葬品、お供え物、そういったような意味合いでですね一緒に納められていたものだと思われます。蓮がその仏教のお仏様のこのシンボルのような花でございまして、これは蓮というのは泥の中で芽を出してですね、こう濁った水の中に芽を出す植物なんですけれども、茎がですね長く伸びていって池の上に非常にね汚れのない綺麗な花を咲かせる。また私たちがですね読んでおります法華経というですね妙法蓮華経というんですけれども、その名の通り蓮華というものがですね非常にこうピュアでですね美しいものということで仏様のシンボルになっているわけでございます。およそ800年の時を経て開花した中尊寺蓮には、平安時代の人々の思いが込められているのかもしれません。歴史、そして時の流れを感じてみてはいかがですか。